どうも、みちです。どうも、あずみです。やっていきましょう。はい、今日は始めるなら今おすすめアプリ特集。来ました。始めるなら今シリーズ。来ましたよ。はい。こちらが3月で終電を迎えたりとか、あと豪華なこのコラボが開催していて、新しく始めたりとか復帰するのにおすすめのタイミングのアプリを紹介しようというコーナーでございまして、3月は全部で5作品を持ってまいりました。結構あるね。結構ね、ビッグタイトルも終電迎えたりしてるんで楽しみですね。早速見ていきましょう。はい、まずは周年アプリ2つのうち1つ目、はい、グランブルーファンタジー。グラブル周年ですか。来ました。はい、こちらサイ・ゲームスさんが送る代表作でございまして、ジャンルは RPG ということで、シンプルなコマンドバトルとその魅力的なキャラクターたちが特徴のね、ゲームとなって、今回3月10日で6周年を迎えると。で、3月8日のこの前の日曜日ですね、公式生放送でいろいろとまた周年のその情報が発表されておりまして、いくつか紹介しようと思いますけども、1つ目。毎日最大100連無料ガチャルーレット。100連、毎日100連無料と。えぐない。まあこれ最大ですね。ああ、なるほど。最大って俺言った今。言ったかも。言ったかな。ルーレットで決まるパターンです。そうそうそう。これが3月31日まで開催していて、でしかもこれ最終日、3月31日はですね、限定キャラとかこう最高レアの確率が2倍のレジェンドフェス。ガチャが開催されていて、それがこのルーレットでも引けちゃうと。でしかもなんと最終日は100連が確定している。ああ、なるほどね。これね、やってる人にもちょっと社内にいて聞いたんですけど、かなりえぐいことらしい。今までもなかったって、このレジェンドフェスでこういう無料でガチャが引けるっていう期間は結構じゃあ大盤振る舞いと。そうですね。で続いて6周年スクラッチというものもね、出ているということで、これもまあルーレットみたいな感じで毎日ログインするとそのスクラッチですねに挑戦して、同じ絵柄が3つ揃ったらそのアイテムを入手できるみたいな感じになってて、なんかダブルチャンスとかも用意されているみたいで、毎日何かしらのアイテムは獲得できるようになるということで、でこれまあちょっと僕もやってないんで全然分かんなかったんですけど、なんかね、限定ガチャで入手できるリミテッド武器っていうものとか、あとルシフェルっていうその普通ではこうなかなか課金とかしても手に入んないみたいな、こう限定のキャラみたいなのも入手できるようなので、運がいいとね。豪華ですね、本当に。ですね。なんで、新規復帰層はもちろん、既存のね、プレイヤーもかなりワクワクしていると。確かに、ルシフェルね。で、あとはですね、ランクポイント、経験値が6倍キャンペーンという。これ、割とね、他のアプリでもありそうかなと思ったんですけど、グラブルが結構ランクいくつになると遊べるようになるみたいなコンテンツが結構あるゲームみたいなので、だからこうね、このタイミングでガンガンランクとかを上げていけるっていうのはかなり嬉しいというキャンペーンみたいですね。で、なんか、奇跡の雫っていう、ドロップ率上げられるみたいな、そのシステムというかアイテムがあって、それを効果を合わせれば最大9倍まで上がると。本当に始め時じゃないですね。なんでそこを始めて100連引きまくって、しかもなおかつランクも上げ放題と。そうだ、他にもなんか全属性のごとつマグナ武器配布されてたりするみたいなんで、本当にさすが周年といった感じのね、ちょっとね興味があるよとかって思ってた方は間違いなくこのタイミングで始めてみてくださいということでございます。続いて周年2つ目、バンドリガールズバンドパーティー。バンドリ、こちらアニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなどさまざまなメディアに展開する次世代ガールズバンドプロジェクト、バンドリのスマホアプリと。こちらジャンルがリズム&アドベンチャーゲームとなっておりまして、いわゆる音ゲーのね、このリズムゲームもあったりとか、あとキャラクターと触れ合ってストーリーを楽しんでいくっていうアドベンチャーパートもあるといったゲームで、そんなガルパが3月16日で3周年を迎えます。3周年で結構これも豪華なキャンペーンが開催予定になっておりまして、まず1つ目無料ガチャがね来るということで、これが2種類来るみたいで、1つ目が全メンバー集合無料ガチャというやつで、ちょっとすごいワードでしょ。これがね、各メンバーが必ず1体ずつ出てくるガチャで、6バンドかな今いて、各バンドに5人ずついるんで、合計30人が一度にねゲットできてしまうという。すごっ。そうで、激アツじゃん。ちょっとまだ中身わかんないんで、そのレア度がどれが出るとかもちょっと分かってないんですけど、だから新しく始めた人とかね、いきなりとりあえず全キャラゲットできるから。そっか、ストーリーとかは楽しめるってことか。そうそうそう、触れ合い面、そうそうそう、キャラのエピソードみたいなのを多分楽しめるし、その掛け合いとかもね見れたりするってことなんで、推しキャラをね決めたりとかっていうタイミングにも非常にいいのかなと。でもう一つが毎日1回無料ガチャということで、これが4月4日まで最大20回ですね、20日間あるんで20回無料でガチャが引けるということで、ちょっと10連じゃないんかいっていうね。さっきね100連とか聞いてたからですね、1回なんだっていうところはありましたけども、まあ無料でね20回引けるということなんで、新しく始めた方もこの機会にねどんどんガチャを引いていただければと。でそれからスタープレゼントということで、ガチャに必要なスターっていうアイテムですね、これが周年のタイミング3月16日の初日のログインでまず3000個もらえて、さらにログインボーナスで全部受け取れば最大3000個なんで合計6000個がもらえちゃう。まあかなりこうリセマラで新しく始めるとかってタイミングとしてもね、確かにね、あともう一つこれ結構大きいなと思ったのが、新バンドが実装されると。モルフォニカっていうゲーム内の今までストーリーの中でこう登場してたバンドがついにこうね使えるようになる、キャラとしても実装されるということで。なるほど。で他にも紹介していない3周年の情報をまとめた記事がねアップメディアの方で概要欄の方に記事載っけておきますので、ぜひなんかゲーム自体もこうアップデート結構遊びやすくなるみたいなんで、ああなるほどね、他にもこう気になるよっていう方はぜひ概要欄の方の記事の方チェックしてみてください。はい、続いてコラボアプリですね、3つ紹介していきたいと思います。1つ目、グラフィティスマッシュ。グラスマ、こちらバンダイナムコオンラインさんから配信中のグラフィティバトルアクションということで、このチャンネルでもね何回か紹介しておりますけども、おなじみのこの引っ張りアクションに塗りの要素が加わったっていう新しいゲームシステムが特徴のアプリでございまして、今回アイドリッシュセブンとのコラボですね。アイナナっていう、これ実はバンダイナムコさんのタイトルだったりするんで、自社コラボって形になっているということなんですけど、これが3月11日から開催しますとなっておりまして、リクとイオリっていう2キャラが登場するみたいですね。なるほど。じゃあアイナナのファンがこっちに流れてくると、そういうことですよ。しかも自社なんで結構ね行きやすいのかなと。確かに確かに、いうところはありますよね。ぜひ興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。続いてメルクストーリア。メルクストーリア、こちらハッピーエレメンツさんから配信中のアプリでございまして、ジャンルは LINE ストラテジー RPG となっておりまして、そんなメルクストーリアが3月14日から転生したらスライムだった件とコラボということで、これが詳細がちょっとまだね発表されていなくて、ただ公式 Twitter の方でコラボするよっていうの発表が出ておりまして、なんか出身っていう、その多分ユニットごとにその出身っていうステータスがあると思うんですけど、それがお菓子の国のユニットを育てておくといいことがあるかもと。なるほど。いうことみたいなんで、そういうなんかイベントが走るみたいなんで、テンスラ好きの方はねこのタイミングでメルクストーリー、ホワイトデーだからじゃない、そういうことですよ。そういうことか。さすがやね、もう IQ ということで、テンスラをね好きな方はぜひねこのタイミングで始めてみてはいかがでしょうか。最後、グランドサマナーズ。グラサマ来ましたよ。こちらグッドスマイルカンパニーさんとネクストニジさんが送る超本格王道 RPG ということで、オートで進行するバトルになっていて、スキルとか奥義を任意に発動するっていう直感的な操作で楽しめるようなものになっていて、昔懐かしいドットのねキャラクターで描かれるということで、アンソニーそうこれガチやってました。ガチじゃないけど結構やってた時期があって、その時はワンパンマンとコラボしてたんだよ。めっちゃ勧められたんだよね。だよね。他にもね「キルラキル」とか、そう見た俺さっき、テンスラもそうだし、コラボ先がねめちゃくちゃ豪華でいいよね。そのキャラたちがドット絵になって、今だけのキャラがドットになってて、しかもかなりクオリティ高いんだよね。アイテムも好きなタイミングで押せるし、そのアイテムもそのコラボ先にちなんだものが出るし、またキャラの扇とかもね結構エフェクトも派手で、しかもドットっていうね、ソシャゲでやるなら結構僕は推したいゲーム。マルチもね、マルチが楽しいんだよ。そこがいいんだよね。しかも1人1体でいいから、課金とかも別にコラボタイミングで始めて4人でマルチ、4人コラボキャラ当ててさ始めるっていうのは全然いいね。コラボキャラ強いんでね、上の方に基本的にいるんですよ。いいですね。このゲームはね個人的にはおすすめです。いいじゃないですか。そんなグランドサマナーズなんですけども、3月17日で盾の勇者の成り上がりとコラボ決定ということで、だからあれだよね、流行ったアニメと全部コラボしてくれるんですよ。俺知らないっすこれ。マジおもろい。これは本当におもろいですよ。盾の勇者、盾の勇者、なんかこれが主人公の岩谷君っていうのかな、岩谷君をはじめ4キャラがバトルユニットとして登場しますとなっておりまして、でなんとこの主人公はコラボクエストのミッション達成でゲットできるということなんで、このタイミングで新しく始めたよって人でもすぐにね即戦力として盾の勇者岩谷君が使えるようになると。岩谷くん使えるようになるんですね。はい。だからマルチで全員ね、4人岩谷くんとかもできると。そうですね。いうことですよね。本当ゴブリンスレイヤーとかもそうだよ。ああ。コラボしてるし、はいはいはい、全部してくれてる。いいんだ。最近のアニメ見てたらその層に刺さるアニメたちとコラボしてくれてる。アニメ見てる人たちは意外と自分の好きなアニメはコラボしてます、うんうん、このゲームは。いい、ね、しかもそれがドット絵なんで。そうちょっとね、まだ確かドットの感じも確かまだ発表されてなかったんだよね。ああなるほどね、うん、だからちょっとそこも気になるよね。しかも一回コラボしたやつまたコラボしてくれたりするから、そう復刻とかしてた、ね、そうそのタイミングでまた始めてもいいし、いいですね。まあ意外と楽しめるゲームです。はい、はい。まあ、各キャラの性能だったりとかコラボクエストの情報とかっていうのもまだ出ていないんですけども、うんまあ、概要欄の方に公式サイト公式ツイッター貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください、はい、というわけで始めるなら今おすすめアプリ特集3月版ということで、5つ紹介させていただきました、はい、まあ、グラブルはね、うん、6周年ということでですね。まあ長いですねグラブルグラスマグラ様本当だ多くね。グラスタートグランド系がやばいねすごいよグラビティスマッシュだからグラス違ったもんね全部グランドじゃなかったけどまあでも本当に長いし、うん、CM もねあんだけだね打ってたけど、グラブってるって言ったらもうみんなわかるからね。また新規取り込んでる感じ、そうだね、ありますね。うん。でも本当始め時ですね。ですね。本当に周年はでかい。ちょっと興味を持ってたよって方はマジで始めるなら今のうちかなと思いますね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル他にもいろんなゲーム情報を載っけておりますので、ぜひチャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。お願いします。それから僕のチャンネルではね、コンシューマーのゲーム、ポケモン剣立てだったり、はい、もうすぐ動物の森もいいね、はい、実況しますのでマジおもろそう、よかったら遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。